ヤンチョー・ミクローシュは、ハンガリー・ペシト県、バーツ市出身の映画監督。高校卒業後、南ハンガリーのバラニャ県県庁所在地である、ペーチ市にある1367年に創立された、ハンガリー最古の大学である、ハンガリー王立、LJ ベト大学法学部に入学し、1944年にトランシルバニア・コロジュ県の県庁所在地のコロジュバールにあるハンガリー王立フェレンツィオ・ジェフ大学を卒業。弁護士会に登録はしたが、実際に弁護士業務に従事することはなく、1946年に首都ブダペストに上京し、国立映画芸術大学で映画制作を学ぶ。1959年に作家のヘルナーディ・ジュラと出会い、ヘルナーディの亡くなる2005年まで、ヤンチョー監督、ヘルナーディ脚本で多くの映画を制作。1960年代に制作した作品で、世界的に高い評価を得る。1960年代後半にイタリアに移り、10年ほど、そこで映画制作をする。1972年の MAGKARANAP でカンヌ国際映画祭監督賞を受賞した。1950年代から現在までコンスタントに監督しているが、日本での公開作品は少ない。ありがとうございます。